読み大草原の小さな文庫。文庫の小さなプラネタリウム。今夜のお話は、獅子座の神話と星占い。こんばんは。大草原の小さな文庫です。文庫の小さなプラネタリウムへようこそ。今夜はいかがお過ごしですか？大人になってからは嵐のように目まぐるしく過ぎ去っていく毎日です。私はついふかふかのお布団という名のエナジードリンクの泉にヘトヘトになった体を滑らせてしまいます。子供だったあの頃は、夜のゆったりしたひとときに、部屋のカーテンを開けて、夜の空に広がる無数の星たちをじっと眺めながら、オリオン座を探したり、流れ星を見つけてはお願い事をしてみたり、宇宙について答えの見つからない自問自答を繰り返したり、今ではそんな思い出さえも、忘れかけてしまいそうな自分がいます。時代とともに畑や草原だった景色が、住宅街やビルが立ち並んですっかりと街並みが変わってしまっても、星空は私たちが生まれるずっと前から太陽や月とともに変わらない姿で私たちのそばに、何も言わず静かに寄り添ってくれている。そんな気がします。そしてこれからも変わらない姿であり続けていてくれることでしょう。そんな星空に浮かぶ星座。皆さんがよく知る星座って、いつ頃に生まれたか知っていますか？星座は、今から遡ること約5000年前。メソポタミア地方のシュメール人から生まれたものだと言われています。彼らは時間や季節を知るために星空を観測していたと言われています。例えば、私たちもよく知っている北斗七星は、柄杓の形に見えることで有名ですが、他にも星空を眺めていると、星と星とを結ぶ線が動物や何かの形に見えてくることがあります。星空のキャンバスで点つなぎならぬ星つなぎをして、何かの形を想像したり、その形にまつわる神話が生まれたり、それってとってもロマンチックなことだと思いませんか？文庫の小さなプラネタリウムでは、皆さんにも馴染みのある十二星座を中心に、それぞれの星座についての神話などをお送りしていきます。星空を眺めながら、また睡眠のお供に、ぜひお付き合いいただけると幸せです。それではプラネタリウムを開演いたします。どうぞお部屋の明かりを落として、静かに目を閉じましょう。さあ、あなたの中に美しい星空がゆっくりと広がっていきます。今回ご紹介する夜空の地図は、獅子座。獅子という名前の通り、ライオンの姿をした星座です。日本では7月23日から8月22日の間に生まれた方の誕生日星座として親しまれています。太古の人々は、なぜ星の大会に百獣の王を思い浮かべたのでしょうか。その謎を紐解く鍵は、地中海の人々に愛される
ギリシャ神話の世界に隠されていました。獅子座の物語を紡ぐ上で欠かせない存在となるのがヘラクレスという男性です。スータの神々や勇者たちが登場する神話の世界でも彼は特別な大英雄として知られています。父親はギリシャ神話の頂点に君臨する最高神ゼウスです。しかし母親はゼウスの正妻ではなくアルクメネという人間の女性でした。神と人間の根血児であるヘラクレスは幼少期から特別な力を宿していたと言われています。なんと生後8ヶ月にしてゆりかごへ忍び込んできた恐ろしい蛇を締め殺したというのです。生まれつき勇者の資質に恵まれたヘラクレスはこの後も多くの伝説を残していきました。そんな数あるエピソードの中で最も有名なのが12の興行と呼ばれる試練のお話です。大英雄と呼ばれるヘラクレスですが、その人生は決して順風満帆ではありませんでした。ある大罪を犯したヘラクレスはその身を清めるために神様のお告げを頼ったといいます。すると神託が下り、二つの事柄をヘラクレスに言い渡しました。一つ目は、12年の間アルゴリスという国で奴隷になること。二つ目は、アルゴリスの国王エウリュステウスから命令される10の難行を成し遂げることでした。神様のお告げを聞き届けたヘラクレスはこうしてエウリュステウス王の奴隷になったのです。ただエウリュステウスはとても意地悪な王様でした。神託では10個だったはずの難行もエウリュステウスの一存で最後は12個まで増やされてしまいます。しかしヘラクレスはこの12の難行を見事にやり遂げました。その偉業を称えた後の世では成功という文字の功を取り12の興行とも呼ばれています。獅子座の成り立ちはこの12の興行にまつわるお話です。ネメヤという森に悪さばかりする人食いライオンがいました。その人食いライオンは怪物たちの母と呼ばれるエキドナと主神ゼウスを苦しめた巨人トゥポンの間に生まれた子供だったと言われています。またネメヤのライオンは不死身の体を持っており、人々は怯えながら暮らしていたそうです。このライオン退治こそがエウリュステウス王が命じた第一の難行でした。不死身と謳われる邪悪な獅子はヘラクレスを大いに苦しめたと言われています。しかし最後はヘラクレスの両腕に首を絞められネメヤのライオンは命を落としたそうです。ここで不死身なのに死んじゃうの?と思った方も多いのではないでしょうか。ギリシャ神話には不死身の存在が数多く登場しますが、決して死なないというわけではありません。同じく不死身と言われていたヘラクレスも最後は毒によって命を落としてしまうのです。仕留めた獅子の皮を剥ぎ取ったヘラクレスはそれを生涯にわたって身につけたと言われています。また第一の難行を命じたエウリュステウス王ですが、まさか試練を乗り越えてくるとは
思っていなかったようです。ネメアのライオン退治以降、臆病だった王は獲物を見ることもなく、門の外に置けと命じるようになりました。そしてヘラクレスが帰ってくるたびに、エウルステオス王は大きな亀に身を隠すようになったといいます。怪物の亡骸とヘラクレス、エウルステオス王はその両方を恐れていたのかもしれません。その後、主神ゼウスは死んだ獅子の魂を天に導いたと言われています。夜空に昇ったネメアのライオンを見上げた人々は、これを獅子座と呼ぶようになりました。大英雄ヘラクレスの奇跡を侮った獅子座ですが、日本では誕生日の星座として親しまれています。ですが、この獅子座が春の星座だということはあまり知られていません。春の大三角を構成するテネボラという二等星が獅子座の尻尾に該当します。興味がある方は、春から梅雨明けくらいまでの夜空をご覧ください。テネボラの東側に輝くひときわ大きな一等星が、獅子座の心臓部分にあたるレグルスです。獅子座に限らず、誕生星座は生まれた月の3ヶ月から4ヶ月ほど前に見頃を迎えます。ところで皆さんは、誕生日占いでご自分の星座をご覧になっていますか？良い結果の日もあれば、悪い結果の日もあり、一喜一憂なさっている方も多いのではないでしょうか。占星術の世界では、星の位置関係から人の運命を見通します。しかし、天体は常に動き続けているため、日によって運気が左右されてしまうのです。では、星座自体に意味がないのかといえば、そんなことはありません。かつて人々は、宇宙に星図と呼ばれる星々の地図を書きました。占星術の世界には、行動十二星座と行動十二宮と呼ばれる二つの星図があり、これを用いて人の運命を占います。例えば、獅子座という名前は行動十二星座における呼び方です。同じ星座を行動十二宮の星図に当てはめると、これが獅子宮という名前に変わります。この獅子宮が獅子座に生まれた人の本質を決定づけているのです。では、獅子宮の加護を受けた人には、どんな運命が待ち受けているのでしょうか。ここから先は、獅子座に生まれたあなたに向けて、語りかけていきます。獅子座以外の方は、身の回りにいる獅子座の誰かに重ね合わせながらご視聴ください。獅子座のあなたに宿る本質は I will。 日本語に翻訳すると、私の強い意志、私はやり抜く、私の志というような意味になります。獅子宮の加護を受けたあなたには、自分の信念を最後まで諦めずに貫くという素晴らしい性質があるようです。また、獅子宮の加護が最も強く作用するのは
青春時代と言われています。恋愛や部活、課外活動などやりたいことに全力で情熱を傾けられる時期に一番力を発揮するのです。もちろん人によって青春時代は様々なので、大人になっても力が失われることはありません。いくら年を重ねても何かに本気で打ち込む気持ちが大切です。あなたが真剣に情熱を注ぐ姿勢を見せたとき、四肢球は必ず力を貸してくれるでしょう。他にも四肢球にはいくつかのキーワードが存在します。一つ目は統率力と支配欲求、頼りがいと威厳です。四肢球の加護を得た人間はみんなをまとめる力に優れています。あなたは多くの人に慕われ頼りにされる存在でしょう。しかし統率力を持つ人が必ずしも良きリーダーになるとは限りません。あなたの心には他者を支配したいという欲求も隠れています。自分を慕ってくれている人たちを従わせたいと思うようになってはいけません。そんな風に思わずとも、みんなは自然とあなたについてきてくれるでしょう。二つ目は活発さと怖いもの知らず、そして華やかさです。強い意志という本質が示す通り、四肢球の加護を得た人間は活発に行動します。しかし冒険と挑戦に貪欲なあなたは、未知の場所へ平気で飛び込んでいくような危うさもあるようです。意志を貫くという姿勢は立派ですが、その先に危険が待ち受けている可能性を忘れてはいけません。進む道さえ誤らなければ、あなたには素晴らしい未来が待っています。さて、獅子座にまつわるお話はいかがだったでしょうか。大英雄ヘラクレスの伝説や星座をめぐる不思議なお話はまだまだ伝承の世界に隠されています。幻想と神秘の残り画に触れながら、そっと目を閉じれば、今度は夢の中であなたを導く物語が始まるかもしれません。それでは次の夜にまたお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。